本日5月20日木曜日午後の3時過ぎぐらいになります。こちらの通りがですね、ここがアノーラタ通りですね。でこちらの通りが、20番通りということで、チャイナタウンの近くのところですね。ここ目の前にね、これミャンマー料理が並んでますけどね、こういうね、エビ入ったやつとか結構美味しいですよね。こういうお魚のやつとか、まあ、ちょっとね、あそこで買うかどうかってなるんですけど、ここは歯医者さんですね。今ちょっとチャイナタウンの方を歩いてきてるなと。ここは薬局ですね。ここもドラッグストアかな。あ、ここはなんかあれですね、クリニックが隣についてますね。まあ、結構ね、やってあのクリニックなんかも、まあ、割と一時期その医療従事者が CDM に出てるというような話もありましたけどもね、今ここに、ね、CB バンクのね、この、これはまあ動いてないっていうか、動いてるんですけども、あのお金が入ってないんで多分引き下ろせないという状況かなと思いますね。これセインタロンですね。これダーセインタロンだ。これはですね、500チャットということのようですね。こちらが19番通りになりますね。ここはちょっとまだ今、昼間の3時ということもあって、そんなにまだこう活気づいてないですが、夜は結構活気がある通りになりますね。まあ、屋台もこうね、もうちょっと、先のところに行ったところかな。ただここら辺はそんなにないかなと。まあ、こうね、チャイナタウンということもあって、こうやってね、あの中国語で書いてあるような表記も結構見られますね。ここもそうですね。これね、ここはなんかあの冷蔵庫とかをこう分解してますね、おっちゃんたちが。すごいですね、これ扇風機じゃないや、エアコンとかをこう改造して、すごいですね。犬がちょっと足元で吠えてますけど、ちょっとここら辺はね、若干寂しい感じがしますけれども、まあでもこれクーデター前もここら辺の通りはこんなもんかなっていう感じですね。まあ、もうちょっとここからさらに西に行ったところで、あの一昨日あたりですね、爆破事件があって、まあ、あの役所の方も一人ね、亡くなったと。まあ、これはあの銃で撃たれて亡くなったということでありましたけども、まあ、軍についてる方の役所の人っていうことですね、が、まあ、撃たれて亡くなったということで、若干、そうですね、それがランマドというところになりますけども、今私がここにいるのはセントラタランの方に近い方の場所になりますね。これは何だろう、何だこれ、これ何ですか。ビンクワン。ああ、はいはいはい、そういうね、なんかあの、え、これ A で A。 ああ、はい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 、アイスみたいなやつですね。アイスクリーム。アイスクリーム。ああ、なるほど。これがタクベラオレ。200チャットということのようですね。これすごいですね、なんかね。チェスバー。ジャパンホテルで。ジャパンチャイラ。はい。いや、非常にね、あの、面白い陽気なおじさんでいいですね。で、ここら辺がですね、今ね、ジャパン、あの、日本好きですかって言ったら、うん、好きだよと、こうやってくれましたけどね。まあ、私を見てこう一発でね、日本人と分かったみたいですね。これはですね、夜になるとこう屋台で皆さんですね、あ、これね、こういうあの焼き鳥とかをですね、これいろんな種類ありますけどもね、なんかこういうオクラとかね、この隣がこれニンニクですよね。これブロッコリーかな。
一番向こうのやつがね、これあのなんだっけ、銀なんですね。で下の鳥とかこう豚とか、これ下の方のトウモロコシもあるね。ということですね。あ、これがですね、これは高山カフェという、割とまあ古くから2012年とかぐらいにもやってましたね。うん、まあ、日本人も結構昔はよく利用してたんじゃないかなと思いますけども。バーベキュー、うん、こんにちは、こんにちは、こんにちはって言ってきますね。待って待って、ここすごくなんかあの種類がたくさんありますね。うん、あ、なんかこのうずらの卵のやつとかね、これは魚か。でウインナーとかね、こういうなんかえのきを巻いたやつ、まあ、そのままですけど、うん、という感じで、まあ、このですね屋台がひしめいてる感じですね。ちょっとねまだ時間が早いということもあって誰もいないですけど、お客さんは皆さんこうやってね準備してますよね。まあ、これ夜来るとねかなりあのひしめき合ってるような状態になってると思いますね皆さん。ということで、まあ、あのここら辺ね、まあ、そういう爆破事件があった、ところのそんなに遠くないんですけども、割と普通に店をやるような感じですね。まあ、だから安全ってことは全くないんですけどもね、あのやっぱり危険と常にこう隣り合わせという状況はあるんだと思うんですけどね。ここら辺がですね、なんかまた、あ、これね、これこうグツグツ、これね牛のね多分モツですね、あのビーフスープって書いてますけどね、うん、これね多分ちょっと見た目はあれなんですけど美味しいと思いますかね。結構ちょっと食べてますけどね普通にね。で、ここも焼き鳥ですけどね、まあ大体一緒、あ、これねちょっともつ系のやつがありますね。でこれ魚焼いてます。これもね魚とか、こっちもね同じような感じですね、うん、これちょっとね混み合ってますね結構ね。で今こうちょっと曲がって、向こうの方角がこのね、これあのジョルダーノってね、ちょっとこれ見てみようかな。結構人が多いですよね。ジョルダーノはお客さん入ってるかっていうと、まあ入ってないですよね、うん。ここら辺、あのここが、ね、18番通りのところに今歩いていってるような感じですね。こうやってね、もうちょっと、マンゴーがほんとたくさん並んでますね。まあ、大体ね、こう1個400チャット、500チャットぐらい。まあ、日本円でいうと30円とか。あのね、まあ、宮崎のこうマンゴーとかね、とんでもない金額ですけど、まあ、こっちのマンゴー、本当にセロンセンタロン美味しいですよね。おお、なんかすごいな、人が。こういうね、これね、ミャンマーのお菓子で、まあ私もたまに食べますけど。ね。ここはなんかソーセージとか。まあまたこっちはこっちでね、ちょっとあの、市場的な感じを、これは朝だけじゃなくてね、多分一日中やってる感じですね。うん。あ、そのブドウもありますよね。こういうような感じ。ですね。うん、こうね、じゃがいもとかも、これね、玉ねぎも、ちょっと日本のやつより小さいですからね。これはさつまいもかな。こっち本当にあの果物は美味しいですね。あ、これね子供が元気そうでね、うん、ちょっと今戻ってきましたけども、でこっから、向こうが20番通りの方になりますね。
まあ大体あここねちょっとなんか居酒屋的な感じ、居酒屋じゃねえや酒屋さんみたいな感じだと、ここはね普通にお洋服売ってるお店と、これもそうですね、あここなんか前来たことあるな、ちょっと人が多いですね、結構こうやってね、まあ、マスクしてない人も結構多いですけどね、これね串運んでますけどね、お兄ちゃんが、あここに並べたね、これねなんかビーフみたいな、やつですけどもね、でこれはなんか焼いてますね、これね、あなんかうずらの卵的な、あ小さいやつをね、こうなんかこれたこ焼きを作るような機械ですけどね、あこれたこ焼き焼いてるやん、もうたこ焼きねたこ焼き、おあたこ焼き売ってますね、これね、これだベラオレ、えっベルサワこれで1000チャットということですね、まあ70円ぐらいとかですかね、まあ8個で70円だからね、まあじゃあれタコ入ってるかっていうとちょっとね、あここにもタコ売ってたこ焼き売ってる、なんかたこ焼き流行ってるんですね、ここら辺でね、これなんか中国語で書いてますけどね、うん、これタコが入ってるかどうかちょっと怪しいですけど、一応形はたこ焼きですね、んでこれがなんだこれ、ちょっとうわこれちょっとまたすごいですね、コオロギ、これなんかコオロギにしたらでかいですけどね、でここは串物を売ってるお店ですね、ここの通りもですね、これが18番ですけどもね、ここもねあの屋台がこう並んでいて活気があるようなとこですけども、まあ、皆さんこうね夜のお客さんに備えて準備してるような感じかな、あ今車危ないよって言われちゃいましたけども、まあ、大体こんなですね、今日の、このヤンゴンのダウンタウンの状況としてはこんな感じかなというふうに思います。以上です。